皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もヒョウワイルやっていきましょう。今日の動画はですね、先日ねヒョウワイルが1周年を迎えたということで、この1年間このゲームにどんな課金していったのかっていうのをね見ていきたいと思います。まあね、前々から結構ねその課金はしていて、いくら課金したんだろうって気になってはいたんですけど、その調べるタイミングがねなくってモヤモヤしていたんですけど、この1周年というタイミングでちょっとそこをね見ていこうかなと思います。一応ねチームはこんな感じですね。まあ、いつもね動画見てくれてる方はわかると思うんですけど、選手もねガッチリ強くして強化とか進化もしてて、もちろんね控えに関してもガチガチと。でこのねメンツ揃えるのにどんくらい課金してんだと、まあ、気になる方いるかちょっとわからないんですけど、もしかしたらいるかもしれないんで、ちょっと今回ねお話ししていこうかなと思います。そしたら早速発表していこうと思います。じゃあ1の位から順々にいっていこうかな。なんか最初からバンって言うとね面白くないんで。そしたらいきますね。ホッシーがヒョウワイルに1年間課金した金額、こちら。0、5、7、3、2、4。42万3750円。やばい。やばすぎる。もうね、自分が思ってる以上に全然課金してましたね。42万3000円って、MacBook Pro 2台買える。普通に。一応ね、その月ごとにも調べたんですけど、こんな感じになってますね。最初のね、月のね、スタートダッシュがすごすぎる。5万6000、6万8000、3万7000ってね、これね、その2020年だけでも16万課金してるんで、ちょっとアホだな、これ見ると。で、その後はね、1月が4万3270円、ここぐらいまでめっちゃ課金してますね。最初の方だからね。そっからはぼちぼち課金してて、このね、8月、7万4330円。どうしたこれもう。頭おかしいだろ。1ヶ月7万4000円で課金額。これね、なんで高いかってのももちろん分かってて、ここら辺で1万円パックが登場したんですよ、初めて。UTOTS 確定のやつ。あれをね、確か全部引いたから、それだけ多分5万なんで、UTOTS のやつだけでね。なんでそれが痛かったかなと。痛くないけどね。それで結構その選手売ったりとかもして、TP ゲットしたんで。で、まあその後はね、2万、1万と、そこら辺は変わんないですね、いつもと。で、まあ、2021年が26万課金してましたと。いや、すごいっすね。1年間で42万も課金したのか、ゲームに。その、まあ、ウイニングレブンもともとやってたの多分知ってると思うんですけど、皆さん。ウイニングレブンに関しては、3作品ぐらいですね、自分が。18、19、20と。その3年間で多分20万ぐらいやったんですよ。課金が。ウイレは。3年間を1年で凌駕するこのゲーム。すごい。いや、びっくりしましたね、本当に。まさかここまで使ってると。多分ね、まあ、ここまでとか、VIP 多分11とかまで行くと、そんぐらい使ってんのかな、わかんないけど。やっぱ強くなるためには課金は必須っちゃ必須なんですけど、まさかここまで行ってるとはといった感じでしたね。ちょっとね、さすがにペース落とそうかなと思いましたね。まあ、そのパックとか多くてね、結局買うってなるとね、動画とかのネタのためにね、なると、やっぱそのお金使っちゃうっていう、ちょっと言い訳だけさせてください。そういうのを、なんていうのかな、自分の慰めにしないとなかなかね、メンタルくるんで、この金額は。まあ、なかなかここまで使っている人も少ない、どうなんだろう、多いのかな、40万って。コメント欄にね、良ければ皆さんのその課金額、いくら課金しましたっていうのを載せてくれるとっていうかあれですけど、もし教えていいよって方がいましたら書いてくれると、はい、嬉しいかなと。まあ、今後もね、もちろんこのゲーム続くと思うので、課金に関してはもちろんやめないんですけど、こんだけね、ある程度選手揃えたら、なんていうのかな、それから課金額は少なくなるとは、個人的にはね、思ってます。だけどやっぱり、ね、1万円パックがね、ある分ね、買っちゃうんすよね、あれ1万円パック。魅力的すぎて。あれはずるい。まあそのね、課金もほどほどにして、このゲーム、楽しんでいけたらなと思っております。ということで、今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。